リコです、うん、こんにちは。最近個人チャンネルを更新しなさすぎてどうしてもっていう声がありましたので、今からそうめんを作るんですけど、みんなとおしゃべりしながらお料理できたらなって思ってる所存でございます。よしってな感じでやっていくぞ。買い出しに行ってきまして、こっち見せみたいな、これ見て、これ最近これすごい美味しい。これにハマりすぎてストックをすごい買っておいてます。はい、最近朝ごはんとかもうこれ2袋ぐらい食べて朝ごはんを済ましちゃうの。よくないってもう分かってんだけど、よくないって分かってんのね。うん、多分なんか栄養士の人とかが見たらなんかってこういろいろね物申したくなる気持ちは分かるんだけど、でもなんかすごい美味しすぎてすごいなんか何かと食べちゃうのね。皆さんがストックしてるものは何ですか？でここにこうもうこうですよ。あんまり私はなんかもしかしたらこう自炊のイメージがないのかなと思うんだけど、なんかするよみたいな、結構するよみたいなアピールをしたくて今日この動画を実は回してます。でもなんか実を言うと、なんか本当にね、新しい家に引っ越してからなんかもうウーバーイーツの便利さに泥酔しちゃって、何こう入れ込むみたいな。そうで、なんかウーバーイーツはめっちゃ頼んでたの。クレジットカードの引き落としみたいなの見てもうってなったのね。だからもうウーバーイーツやめようと思いまして、ウーバーイーツをやめて1ヶ月経ちました。ニコちゃんかっこいい。ニコちゃんできる女。ニコちゃんって可愛くて何でもできるんだね。なんか最近なんかあんまり食欲がなくて、ごめんなさい、これはなんていうの、なんか私食欲なくてなんか痩せちゃうんだよねとかそういうあれじゃなくて、シンプルになんか食欲がないんですね。なんか普通に多分編集とかで寝不足になって衰弱していってるっていうただそれだけなんですけど、でちょっと食欲がないからあっさりしたもの食べたいなと思って、今日は季節外れのそうめんを食べたいと思います。そうめんなんて茹でるだけじゃんって思うじゃないですか。チッチッチーズっていう感じで、私は結構ねそうめんの麺つゆの部分にいろいろしちゃう人なのね。癖が強いものが好きで、例えばパクチーとかウニとか生ガキとか結構その癖が強いものが好きで、めんつゆも結構癖が強いものにしちゃいますと。はい、で、まず最初にめんつゆをね入れていく。すでに沸いてるお湯がこちらですみたいな感じでお湯を沸かし始めちゃってるんですけれども、一旦茹でるのは待ちます。なぜならばそうめんは1分ぐらいで茹でちゃうので、まだ待っててって感じで。てかなんかみんな最近元気だったみたいな、どうなのってそこだけ教えてっていう感じなんですけど、なんか最近ねすごいなんかエモいことが起きたわけ。エモいっていうかなんかっていうことがあったのね。でなんか私の本当のなんかプライベートの話って結構意外となんかしてないなって思ったの。してないよね。いつもさ平成フラミンゴのチャンネルの方ではリホと2人でさ、もうマジでくだらない話ばっかしてんじゃん。だから意外となんかうちのその交友関係とか恋愛模様っていうところが結構言ってなかったなと思って、でだから個人チャンネルの方では結構その目掘り葉掘りそういうところもみんなと話していけたらなって思ってるんだけど、あ、めんつゆ入れました。今水ちょっと入れます。ちょっとだけ2倍濃縮なんですけど、私結構濃いめが好きなんで、ほんとなんかこのぐらいの量に対してこのぐらいです。すいません、ごま油をせうせう入れます。このぐらいの量に対してこのぐらいですみたいな、はい、このぐらい、油は若いうちに取っておけ。今日は初めての試みなんですけど、いいごまを入れます。はい、ごまをちょっとこうちょっとこう潰しながら入れるみたいな、うん、知らんけどね、うん、知らんけど潰しながら入れる、知らんよ、何がいいのか分かんないで。本当に多分これ作り終えた後にはみんな多分なんか癖強気もってなると思うんだけど、別によくねみたいな感じで私は生きてるタイプなので、見守ってていただけたらなと思いますって感じで、酢をちょっと入れますみたいな、ほんとちょっとね、ほんと結構味変わるから、ほんとちょっと、はい、これ、なんかこううたた寝してる時に出たよだれの量ぐらいで、今日は辛くしたいなと思ってコチュジャンを買ってきたんですけれども、ちょっとこっちのサムジャンにしようかなと思って。サムジャンとコチュジャン何が違うのっていうところなんですけど、私もよく分かってないんですけど、コチュジャンは多分なんかもう普通に辛いよみたいな感じで、多分こっちのサムジャンはなんかニンニクとかが入ってたりなんかお肉にも合うようにしてあるみたいな、知らないよね、
そういうなんかやつ。サムジャンを入れてみようかなと思います。すいません。でも辛さがちょっと足りなさそうなんで、やっぱコチュジャンにしますっていうところで、はい。なんかね、 YouTube を始める全然前の話なんだけど、好きな人がいたわけですよ、うん、その人と2人でご飯に2回ぐらい行ってたんで、結構さ2回行くって時点でなんかどっちって感じじゃん普通に。その2回目ぐらいで、俺ニペのこと気になるんだよねって言われたの。ゴールじゃん、ゴールやんそれって。でもその後ご飯行こうみたいな感じになってて、フェードアウトになってたので、そしたら最近になって連絡が来て、実はニコちゃんのことが好きだったよって。だけどじっくりこの人がどんな人なんだろうっていうのを見てから付き合いたかったみたいな。平たく言ったら奥手すぎて先に進めなかったって言われたの。切なくない？なんかうちも普通にその時好きだったし、ってことはさ、こう両思いだったわけじゃん。でそっからうち悪いけど2年経ってんのね。2年越しの答え合わせ、もううち歌出してやろうかなと思って、2年越しの答え合わせっていう歌をそいつのためだけに。だからもしうちが歌出したらそういうことだからよろしくね。でなんかよかったら俺にもう一度チャンスをくれないかなって言われたわけ。みたいに、あげてやらんこともない。でもなんかうち的にはね、2年経ってるし、正直ちょっと疑いみたいな気持ちもあったわけ。こうやってなんか今さ、平成フラミンゴとしてこう活動させていただいてるわけではないですか。でいろいろね、こうテレビのお仕事とかも呼ばれるようになってからじゃん、それってちょっとどうなのって私思っちゃったんです。わかんないけどね。だって2人でご飯行ってた時から2年経ってんだよ。2年経ってて今になって忘れられなかったってちょっと無理ない？ちょっと無理あるよね。そんぐらい私大人だからわかるんだよねみたいな。うちももう27にもなりますし、それなりに恋愛してきたので、はい、ちょっと都合良くないですかが思ったの。だからもうなんかその友達としては全然好きだし、なんかあの普通にご飯行こうみたいな、また行こうねって言ってから、なんかこう何度かこうお誘いいただいてるんだけど、いろいろ理由をつけて断ってます。これ本人見てるのね。ちなみに気まずくない？だって私だってそんな都合のいい女になりたくない。そんなこんなで今あの大葉を切りました。大葉も入れちゃいます。結構たっぷりっていう感じで、大丈夫味みたいな。なんかちょっと水足すわ。ちょっとコツじゃん、いつもラー油を入れてるんですけど、コツじゃん入れてみたんだけどちょっと違うかも。コツじゃんあんまりおすすめできないかも。わかんない私わかんないけど、ちょっとあの白だし入れますね。チャカッタチャカッタ。次にこのみょうが。でもね、なんか私としての意見は、その2年前に私はちゃんと好きだったんです彼のこと。だけれども2年間を置かれてあの時好きだったってちょっと無理あるじゃん。それでホイホイ行くような女だとは思われたくないっていう小さなプライドがある。わかる。本当は少し行きたい。だってすごいかっこいいんだよ。もうめちゃくちゃかっこいいの本当に。多分誰が見てもかっこいいって思うんではなかろうかっていう感じの人なのね。ハーフですかって聞きたくなるぐらいの感じなの。だから本当は行きたいよ。もうこのね動画をあんたが見てんだったら言うよ。本当は行きたいよ。だけどやっぱり変な人じゃん。変な人だとは思うよ。素直に気持ちは伝えてくれたけど、2年越しに連絡してくるあたり変な人だよ。素直に気持ちをその時伝えてよ。じゃあ本当ならばね、その気持ちが、私も疑い入っちゃってるもん、この2年の期間があって。そんな感じで私のエモい話をしてる間に、まあ、エモくもなかったかもね。あ、みょうが入れました。ネギってさ、いつぐらいまでいけるの？これ結構前に買ったネギなんだけどさ、いつぐらいまでいける？ちゃんと保存はした。ちゃんと保存はしてたんだけど、いける？あ、ちょっと待って、ちょっとごめん、まくってもらっていい？もう癖が強すぎたからちょっとみりん入れてちょっとチンしてみるね。わかんない、うちのねチャンネルを見てくれてる子って何歳ぐらいの子なのかちょっとわかんないけど、若い子ももし見てくれてるのであれば言っておきたいことが一つあるんだけど、自分をしっかり大事にした方がいいよって
言いたい。あのやっぱりね、なんかイケメンとかなんか自分の好きな人とかに誘われたらさ、行っちゃいたくなる気持ちとかあると思うんだけど、最低限自分は都合のいい女にはならないぞっていうポリシーですね。熱い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 。なそう、なんかね、ちょごめん、何の話したか分かんなくなっちゃったんだけど、みんなが天気のいい、あの空の下でなんかこうピクニックをできる日が来ますようにっていう感じですね。はい、てな感じで、そうめんの出汁が完成しました。出汁というか、なんかつけだれみたいな、ちょっと温めちゃったんでもうつけ麺みたいになったんですけど、まあ今日のところはそんな感じです。では次に無限トマトを作っていきたいと思います。あっ、なんかこのことある、お前はブドウなのかみたいな、なんかこんな作りで売られてることある。すごいね、この生活をしてると意識して野菜とか水とか取ってかないとマジで健康害するなって。マジで言っておきたいことが一つあって、今その若いうちってファストフードとかお菓子とか食べても夜更かしをしてもそんなに多分肌に支障きてないと思う。夜更かしとかお菓子の食べ過ぎでニキビができたとしても多分すぐ治ってると思うね。だけどマジでそれって若いからだけなの。マジで本当に不摂生を続けていたら本当になんか肌劣化するし健康に気をつけなきゃいけなくなるから、本当にマジで健康と家族だけは大事にしな。うちもなんかさ、本当になんか25ぐらいまでマジで何しても肌荒れしなかったのよ。だけどマジで25超えてから荒れってなった、本当に。だからもうなんか野菜とかはマジでなんか実家でさ、お母さんが作ってくれるご飯は食べてたけど、あ、野菜取んなきゃとかなったことマジ一回もなかったの。いや、そんなもんじゃん若い子って。でもマジで25を超えたぐらいから本当にあれあれあれってなるから、マジで気をつけて。30後半とか40とか50代の人でめっちゃ綺麗な人いるじゃん。マジでそれって並大抵の努力じゃないと思う。本当に多分努力してる人なんだなと思って、私は尊敬するね。私的にすごい大事なのが、そうめんの出汁にレモンを入れる、こちらです。うちの親がレモンだけはしっかり洗えってなんか言ってた気がするの。うちがなんか中学生ぐらいの時に、それがなんでかの部分をもう忘れたけど、なんかレモンだけはマジでしっかり洗えって言われたんで、あ、そうですか。レモンだけはマジで親の仇かのように私洗います。すいません。でも全部絞る。あ、もうちょうど見えてないんですけど、全部絞ってます今。お昼ご飯のつもりだったんだけど、なんだかんだ遅くなっちゃって、もう今5時ぐらいなのね。だからお昼ご飯、私の大好きなパクチーです。ねえ、クセ強いの好きでしょ。え、待って、このパクチー腐ってんだけど、最悪なんだけど。いや、それそうだよね。もうね、なんかね、3週間前ぐらいに買ったパクチーを切ってこう置いてちょこちょこ食べるみたいなしてたんだけど、腐るのこれって。え、野菜が腐るっていうのがちょっと私納得いってないんですよね。なんか草じゃんみたいな、てめえら草のくせになんで腐るみたいな、ラッパみたいになったけど。替えのパクチーもあるんだけど、早くそうめん食べたいんで今日はもうパクチーはやめます。ということで、まあ、トマトだけになりましたっていう感じなんですけど、このトマトにごま油と塩をのせます。塩はちょっと気持ち少なめです。なぜかというと、え、待って、やばい、え、私なんかね、塩昆布入れたかったんだけど塩昆布ないかも。あったー。うるさいよね、本当に。個人チャンネルのさ、初めて動画を投稿した時とかにさ、コメント欄にさ、うざいみたいな書いてあって、うざいよねみたいな、でもうざいけど見てくれたんだみたいな、あんた優しくないって、あんたのその貴重な時間を割いてさ、うざって思いながらもさ見てくれたわけだ、すごくない？その子絶対お人よしなタイプじゃん。心配なんだけど、絶対なんか頼み事とかされたら断れないタイプですね。ニコちゃんが好きって言ってくれる人って、まあ、なんかもうちょっと変なやつだと思いますよ。はい、そんな君が好き。はい、そんな感じで、あの塩昆布をのせて、あの塩昆布のトマト、マジでこれ無限に食べれるから、なんかあの野菜取るの苦手だなとかいう人はもうこれやってみて、マジで。うちもなんか野菜をね、なんか頑張って食べるのちょっと苦手なんだけど、それでもなんかもうすごいなんか、うん、食べれるから。はい、ということで皆さんお待ちかね、ピッチャー
チョヘンザ、プッチョヘンザ。一人ですよ。一人でこれやってますよ。で、これあらかじめ沸かしてあるお湯なので、そうめんを沸かしていきたいと思います。でも本当は3束ぐらい食べたい。そうめんインザボディしていきます。ごめんね、なんか大雑把でさ、多分さ、見てる人とかさ、なんか、ここ、なんか包丁の持ち方とかさ、なんか鍋の入れ方とかさ、いろいろなんかさ、顔キモいとかあると思うんだけど、であるからして。で、この麺を茹でている間に、皆さんから質問を募集したので、その質問や相談に、はい。とある女性から、好きな人がいて思いを伝えたんですけど付き合えませんでした。まだ可能性はあると思いますか？ないです。すいません、思いを伝えて断られた。そこからこの人のこともしかしたら好きになるかもしれないなって相手が思ってた場合って断れないと思うんですよ。なんならそのままこう関係を続けていこうとする言葉だったりとか、まだちょっと日が浅いからもうちょっと知りたいなとかって言ってきたら可能性はあると思うんだけど、その断られ方にもよるよね。今誰とも付き合う気ないんだとかいうやつは、普通にダメなんだけど、こうストレートに言えない人か、ただのチャラ男なのでやめた方がいいと思います。わかんないけどね、いろんなパターンがあるから。人間って同じじゃないじゃん。なんかさ、35億人いるんだかなんだか知らないんだけど、70億人いるんだっけ、知らんけど、同じパターンでじゃないんですよ。何かも声に攻略法なんてないんです。だって人が違うんだもん。例えばリホちゃんを落とすときにこうやってやったらリホちゃんは落ちるかもしれないけど、私は落ちないとか逆もしかりで、本当にそうなんですよ。その人に合ったプランを探す、それが一番なんですよ。この人は何を求めているのか、この人は何が欲しいのか、ね、もう営業と一緒です。もう私も営業の時よく考えていました。お客様が何を求めていらっしゃるのか、その人が欲しいものを提供する、それが営業の仕事です。はい。何の話だっけ。使ってる香水を教えてください。使ってる香水とか、なんか私本当によく見てくださってる方は知ってるかもしれないけど、本当に匂いとかが大好きで、ディフューザーとか香水とか柔軟剤とか大好きで、いろいろこう見てきたんですけど、それのおすすめとかを今度なんか一つの動画にしようかなって思ってます。って感じなので、もしもしその需要があれば、その喋らせてよ。もしその需要があれば、そういう動画も撮っていけたらなと思ってますので、なんかスキンケアだったりとか、毎日メイクとか、誰が見るんだみたいな感じで不安であげられないんですけど、もしそういう声がありましたら、今後個人チャンネルの方で載せていきたいなと思っております。スタップ細胞はあります。そう、なんか本当はね、毎日メイクとか撮ったんだけど、なんか違うなと思ってボツにしたのね。だから、しかもそれが前の家の時に撮ってあるから、この新しい家になってまた使うものとかも変わってるから、頑張って撮ります。スタップ細胞はあります。はい、てな感じでそうめんが出来上がりましたので、今日のところはこちらでお別れしたいと思います。最後まで見てくださったそこの様、ありがとうございます。チャンネル登録、そして他のインスタグラムとかツイッターもやってます。どちらの方もチェックしていただけたら幸いです。よく浮上しているのはツイッターです。はい、これからもよろしくお願いします。ごめんね、なんかすごい、なんか何の動画だったんですか。それでは、バイキョメリン、バイキョメリン、バイキョメ、バイキョメ、バイキョメリン。